チャンネル登録をよろしくお願いします。フードトレジャー、レクメシ。今回は、コロナ禍後、2022年6月現在のデニーズを、比較的客数が多い福島県郡山市の店舗で紹介します。こちらが現在のデニーズのメニューです。現在でもメニューの豊富さはありますね。現在は、フレッシュ姿を意識しているのか、デニーズにもドリンクバーが充実しており、コーヒーはセブンイレブンなどで提供されているものを設置されていました。うまいです。こちらのハンバーグは、コロナ禍前になかったタイプで、進化したなと感じました。
うまいですよ。デニーズのサラダ、結構美味しいので、やっぱり健康のためにも野菜は必要ですね。うまいです。こちらはデニーズ名物のクラブハウスサンドです。かつてよく横浜市金沢区の山田電機の隣にあった店舗で食べていたのを思い出します。うまいです。他にもテイクアウト商品の強化やおうちデニーズという冷凍食品の販売など、コロナによって新たに生まれたサービスもあり、さらにサービスが広がっていたなと感じました。皆さんもデニーズが後世にも残るように食べてみてはいかがでしょうか。